い、皆さんこんばんは。レガシーウィークリージャパンの時間でございます。いやー、いかが過ごしですか？元気ですか皆さん？ちょっと久しぶりになりましたね。まあ、ちょっとつっても2週間ぶりかな。先週はね、よいしょ、先週は e スポーツワールドカップの最終日と被ったというところでね、お休みにしましたけども、さて、今日もやっていきましょう。今日の参加者はででん、お、13人、やったー、嬉しいね、ありがとうございます。ちょっとね、今週、あの、今週というか今月はプロスペクトなしになってます。オープンだけですね。まあ、ちょっと一回休んだ時はこういう風にしようかなと思います。さて、じゃあ天候を取っていきますか。13人、なんかね、チャロンゲの仕様が変わってさ、マジでめんどくさくなってるんですよ。愚痴りたい。あの、言っちゃうけどさ、今までさ、この参加者のところからバーってこうコピーして貼り付けるだけで、あの、リストが作れたんですけど、なんかね、そこがうまくいかなくなっちゃったんだよ、腹立たしいことに。まあいいや、それは良いとして。はい、サイヤークさんいます。白雪ノアさん、レイバーさん、ノタコンさんにアークさん、ヒレクイさん、カイマンさん、ニセゾウさん、ノリさん、クリムゾンさん、バイスラワナさん、アキラさん、テラムリムリカタツムリさん、全いますね。OK、 優秀じゃ。なんかね、チャロンゲちょっとレイヤーなんかこうちょっとずつ UI を変えてるんですけど、別に何も良くはなってないんですよね。フォントが変わったりとか、いまいちこのチャロンゲっていうサービスもよくわからんサービスなんですけどね。シャッフル完了です。500円チャレンジの成功者は二世蔵さん、白雪の朝のトコンさんの3人ですね。なんとなくここを見ようかな。じゃあそっぱな、その そうした方がいい気がする、いろいろな意味で。よいしょ、気づいたらあったトーナメントしても、そう、まあはるか昔からあるんだけどね、本当に。これをさ、どこがやっていて、チャロンゲって会社なの？なんか新マップある？え？え、そんなことないかね？新マップね、まあ待ち望まれているところではあると思いますけどね。一応なんかチームリキッドマップコンテスト今やってますよね、確か。もうチャロンゲって どこがやってんの？チャロンゲのっていう会社？問い合わせ。
パートナー、よくわからん。そう、わかんないんだよね。なんか昔、なんだっけ、なんかロジクールの傘下にあるとか誰か言ってなかったっけ。よくわかんないんですよ、このチャロンゲっていうシステム。うん、まあよくわからないですけど、使えてるからいいです。ずっとね、ずっと無料で使わせてくれてるから何の文句もありません。なんかさ、おとといぐらいからなんか喉の調子が悪くてさ、めちゃくちゃ痛いっていうわけでもなくて、だいぶマシにはなってきたんだけど、なんかちょっと鼻の奥もね、嫌な感じ。最初熱も上がるのかなとか思ったら、そういうわけでもなく、まあ、無事なんですけど、なんかちょっと嫌な感じです。始めました。レガシーウィークリージャパン第421回大会の模様をお届けしていきたいと思います。スマップ左上、あれ間違えた、左上、紫色のザーグはカイマン選手。あれ、マップ右下、青、赤のプロトス、バイスラマナ選手。 PVG でした、失礼しました。パイスラバナでした。マイシャラマの選手は最近はプロトスで参加されてますね。その話前回やった一通り、前回の議論の内容も覚えてるわ。もともとザイスラバナじゃないんだからパイスラバナはおかしいんじゃないかみたいな。ノタコンさんがプロトスで出てた時はノパコンだったんだけど、それは T が P に入れ替わってんだからそれでいいんだよ。でもバイスラバナさんは別にザイスラバナさんじゃないんだからパイスラバナはおかしいよねっていう話をした記憶があります。さあ、プロトスのバイサルマン選手です。ザーグに見切りをつけたか。さあ、バスルマン選手スターゲートですね。
おっと、さあ、ここはうまくアデプトを囲んだ。これは素晴らしい。さあ、リングの数多いですよ。どうする？うん、これは完全封鎖にする形。ただパイロンも割られてしまって止まる。さあアデプト1体でなんとかなるか。このパイロンができればシールドバッテリーがありますから、突破まではいかなかった。ボイドリーも出てきた。ちょっとね、足アップがまだ終わってなかったっていうのもありますからね。バイサルマの選手としては正直そこまで損害はないかなっていうところですね。アデプト1体失っただけ。まあ、最初に失った時はどうなるかとも思いましたが、やっぱ足アップがね、お、サブスクありがとうございます。足アップがね、ちゃんといいタイミングで入ってれば、もっと早めに入ってれば、まあでも足アップってそんなもっと早めに入るものでもないけどな。さあ、バイサルマの選手、とりあえずラッシュを防いでどうするかと思ったら、スターゲートもう一つ、それからフリートビーコン。まあ、おそらくキャリア、まあでもね、なんか最近テンペストっていうのもあるんだよね。即テンペスト。さあ、カイマー選手はちょっとね、犬、序盤に作った犬の分の資源投資が重かったですが、どうリカバリーしていくかというところです。やはりテンペストですね。即テンペストプラスアップグレードまで入れていきます。何だったっけこのアップグレードの名前。最近ね、物忘れが激しい気がする。でもね、絶対思い出すよ。なんかね、この辺まで出てるんですよ。テクトニックディスタビライザー。テクトニックディスタビライザー。うん、テクトニックディスタビライザーです。間違いない。さあ、ボイドレイでね、オーバーロードがいないことは分かってるので、この4テンペストはなかなか面白いことになりそうです。バイサルマの選手は入り口を開け直して、まあ、ここからサードに行きたいなというところでしょうかね。なんか怪しいなと思ってるでしょうかね。スパークローラー増やしていきます。まあ、ハイドラリスクでも今建築中ではありますが、さっきも言ったようにね、テクトニックディスタビライザー入ってますので、建物はすぐ割れる。まあ、スパークローラーはそんなに役には立たないでしょうね。そもそもこのテンペストが止まるのか。まあ、ハイドリスクも増やしてはいますが。いやー、やはり火力が高い建物に対する。レアが一瞬で叩き割られる。さあ、ただここにカウンターでローチが入ってきた。これいいカウンターですね。すごくいいカウンター。バイサルマ選手生産中にいるとかいない。いるけど、いるけどサプライブロックしてますね。まあ、もう2体のボイドで戦闘に参加したい。
ただね、ボイドレイがきっちり帰ってきたとなると、ローチが本当にバターのように溶けていく。まあ、バターってこんな風に溶けないですけどね、実際問題使ってみると。一方で、テンペストはまだ仕事をし続けている。ちょっとお互いカオスなことになりましたが、ローチはここで全て裁き切りました。まあ、若だいぶ死にはしましたが、それでもね、軍が残ってますからね。テンペストまだしっかり生きている。ただ、ハイナリスクにフォーカスされて1体ダウン。いやー、しかし、ここを地に陣取られるときつい。ハイドラの射程アップあたりが必要ですね。グルーブドスパインかな。移動速度アップもね、大事ですが、今欲しいのはむしろ射程アップかもしれない。さあ、同時にサードベースまで叩き割ってきた。ボイドレイの、ボイドレイ、マルチタスクが素晴らしい。っていうか、もしこれをが強引に割られたらもうベースがなくなってしまう。なんとかこのベースは死守。死守しています。なんとか、あー、ハイドラの射程アップがもうちょい。さあ、入りましたね、グルーブドスパインズ。ハイドラリスクの射程プラス1アップ。あー、ただ、あー、ベースが割れる。ようやくテンペスト処理しましたが、大きなダメージを負ってしまいました、カイマン選手。まあ、ローチでカウンターいったのは良かったんですが、それよりもはるかに大きいダメージになりましたね。さあ、また今度はボイドレイが入ってくる。全力でオーバーボイドレイの自分のディックアライメントを発動。まあ、ハイドリスクさすがの DPS ですが、いやーでも届かない。ボイドレイ移動速度アップまで入ってますからね。きっちり仕事してます、ボイドレイ。フラックスベインですね、アップグレード入ってます。いやー、これはうまくやる。まあ、カウンターのね、判断は素晴らしかったですけどね。あ、これ出れないんだ。さあ、もうハイドラで行くしかない、カウンターに行くしかないという判断。今資源が掘れてないですね。勝ったのはバイスラマナ選手となりました。まあ、テンペストががっつり刺さりましたね。まあ、それに対してロジュリカウンターに行く判断素晴らしかったですけど、まあ、次の生産がボイドだったのが痛かったですね。まあ、そのままテンペスト作っててくれたら DPS 不足で多分もっとダメージ入ったんでしょうけど、グルーブとマスキュラーオーグメンツだ、移動速度アップ。はい、始めました。レガシービークリージャパン第421回大会の模様をお届けしていきます。マップ左上、赤色、失礼、紫色のザーグはカイマン選手。マップ右上、赤色のプロトス、バイスラバナ選手。マップはゴーストリバー。パイロン偵察ですらないっていうね、最初の即
プローブで偵察行きましたね。まあラッシュ系をもうほぼパーフェクトに偵察できる、プラス、まあ、セカンドの妨害ももちろんできるというところですね。ああまあ喉の調子悪いと言ってもね、あのコロナの時ほどでは全然ないので、コロナの時本当に喉痛くて喋れなかったからね、生まれて初めてだったわあんなの。今はせいぜいなんだろうな、軽くデバフかかってるぐらいのレベル。体調はね、ぶっちゃけそうでもない。なんか頭が痛かったりとか、熱があったりとか、そういう感じではない。割と元気です。ただなんかちょっと喉の調子が良くないなぐらいのレベルかな。まあでも別に。こうやって元気に配信もできるし、普通に今日ものんびり過ごしてました。まあこれぐらいのね、体調の悪さは人間誰でもあるでしょうぐらいのレベル。まあ俺は割と体調が悪いことに対する、なんだろうな、敷居は低い方ですけど、さすがにこれぐらいはね問題ないと判断します。位置高めていきましょう。いやー無理しない男だから。さあ、アデプトが捕まって、まだ逃げれそうですね。さあ、ここがオンクリープなので、うん、1体だけになったのでここはもう処理しに行ってますね。若キル3、うーん、まあ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 こんなもんでしょう。良くもないが悪くもないぐらいですディフェンスですかね。さあ、オーバーロードの移動速度アップが入っていますので中をきっちり見ていきます。スターゲートを確認。まあ、特にね、1体目のオラクルは来てました。ワーカー4キル入りましたね。なんだっけこの移動速度アップの研究、ベンタルサックスじゃないんだよな。ベンタルサックスはあのドロップロードにする研究なんだよ。何だったかな。昔1回ちゃんと覚えたんですけどね、まあ、しばらく言わないと忘れる。やっぱ人間ね、使わないと忘れていくので、やっぱどんどん言っていかないといけないんです。あ、ニューマタイズカラペスだ。さあ、移送中のドローンも借りつつダメージを入れていきます。スパイスラマン選手、
さて、バイソルマン選手はもうすでにサードベースまできっちり回しつつ、プラスワンアタック、それからブリンクの研究を入れていきます。まあ、ゲートウェイユニットをこれからはしっかり出していけるのかなというところでしょうかね。カイマン選手はちょっとまだワーカー不足かなっていう感じはありますね。おっと、ちょっとここもったいない。3キル。いやー、ちょこちょこちょことワーカー削られて、全部ですでに12キル入っています。オラクルだけだと9かな。3体アデプトが入れてましたからね。さあ、ここからカイマン選手はハイドラリスク電。ハイドラリスク電の建築士からハイドラリスクを出していく。いやー、でもちょっとやっぱワーカーが少ないですね。サプライの伸びもあまり良くない。バイサルマン選手はさすがのワーカーの伸びです。もうすぐブリンクが入るので、まあ、ちょっとここで荒らしていく形になるかもしれませんね。まあ、ハイドラとの相性こそ良くないですが、マイクロ次第か。まあ、リングハイドラってストーカーにとってはちょっと最悪な相性ですけどね。さあ、カイマン選手、まあ、ちょっとね、やっぱ相手が攻めっ気出してきてるとワーカー伸ばしづらいですが、もう一度どこかでワーカーをしっかり伸ばすところを取りたいですね。バイソルマル選手はプレッシャーだけかけてまた一旦引いていく。次はチャージにプラス2アタックも入っていきます。ストーム、うん、まあ、ゲートユニット中心ですが、ここでイモータルも作り始めましたね。さあ、ハイドラリスクのアップグレードは両方終わっています。マスキュラーオーグメンツ、それから、グルーブドスパインですね。どちらも終わらせています。攻めますが、まあ、ハイドラリスクね、足アップ入れたとしてもそんなに足が速くないので、やっぱ片道通行になっちゃうんですね。ただここはフォースのタイミングをうまく掴んでキャンセルすらさせなかった。これはいい動きになりました。うん、これは素晴らしい動きですね。1、2、1、2、1、2。さあ、試合はミッドゲームに入っていきます。ハイダラの天敵であるストームがもうすぐ終わります。ゲートユニットもだいぶ揃ってきましたね。カイマン選手はちょっと資源を余らせ気味。まあ、ラーカーで完成しますので、ラーカー出していきたいですね。ラーカーが出ればね、ストームだけだとやっぱちょっと突破はそんなに簡単ではなくなりますが。さあ、リングもう一度フォースベースのとこ入っていきますが、これは軍に見つかってしまう。捕まってしまう。ラーカー6対生産。さあ、ミネラルが余ったのでドローンに変えていきます。ここにガス掘れてないのがちょっともったいないですね。さあ、バイソルマン選手はマックスアウトが近くなってきた。ワープリズムを作ってますので、まあ、おそらく攻めるつもりでしょうね。プラス3アタックも入っています。まあ、進軍中に終わるかな、攻めてる途中に終わるかなぐらいの感じですかね。さあ、カイマ選手のドローンも80体と十分な量に達してはいます。細部に向かっているが、まだちょっとバイパー等を出すには時間がかかりそう。まあ、頼みの綱はやっぱラーカーってことになりますね。ハイドラリスクはね、このストーム、このハイテンプラのストームで、まあお世辞にもそんなにいい仕事はできないでしょうから。オーバーロードが進軍を確認した。ここはラーカーに頑張ってもらう必要がある。さあ、ラーカー、
うん、これはちょっとうわら赤かよっていう感じのリアクションになりましたね。一旦追い返すことに成功している。ただワープリズムハラス、これがやってきている。さあここにはラーカーが1体しかいない。埋め直したい。ラーカーを避けて当たっていく。さあストーム打ち放題。ストームストーム、いやー、まさに嵐のようなストームが入っていく。このままエスラマの選手となりました。うん、ダーカーでね、もうちょっと止めたかったですね。ダーカーの数が十分じゃなかったかな。あと5、6体とか必要だったかもしれません。まあ、どうしてもあと埋め直しが必要ですからね。うん。ここはバイシャルバラン選手がきっちりマクロを作っていったかなという形でした。さあ、次の試合行きましょう。ノタコンバイス。ノタブアイです。はい、始まりました。レガシービックルジャパン第421回大会の模様をお届けしていきます。マップ右下、青のテランはノタコン選手。マップ左上、赤色プロトス、バイスラバナ選手。マップはオーシャンボーンでございます。
さあプロ棋士をかなり警戒してますね、バイスラムナ選手。さあリーパー出てきました。さあ上に上がられた、ワンダウン、うん、ここは1体で抑えた。アデプトはどこに行ったのかというと前ですね。アデプトやられてしまった。 SCV 一体との交換という形になってしまいましたね。ちょっとこれはあまりよろしくないトレードです。うん、ブリンクの研究、まあいわゆる白雪ノアビルドって感じですかね。まあ別にあれは白雪ノアさんが考えたわけではないとは思うんですけど、まあ安定するねオーダーです。ロボがちょっと どちらだったっけ、白雪さんロボが先だったっけ、ゲートウェイが先だったっけ、ロボが先か、ワープリズム。さあノタコン選手は3ラックス、早めにバイオを揃えて、スティームパック、それからコンバットシールド入れて攻める。オーダーですね。プラスワンアタックも入ります。まあ、早い拡張のプロトスとかにね、結構効いてくる。さあ、ブリンクがもうちょいで終わる。ただね、3ゲートで攻めてあんまりいい形に なりそうではないんですよね。まあ相手が攻めてくるとこを早めに捉えてチクチクするみたいなやり方は全然ありだと思いますけど、真正面から殴り合うともうボロ負けするので、うん、これはしっかり修理が最初から待機してました。来るなっていう風に判断したわけですね。おっと、おっと、このワープリズム、危ない。危なかった。さあ、打って変わって、ワーカーをフォーカスファイアしに行きます。さあここは全力で上がっていく。それに対してノタコン選手は戻らない、攻める。リコールはあるか、あります。これはサードムッスルでしょうね。サード行ってる場合じゃないですね。さあでも帰ってこれそうだ。
帰ってきた。帰ってきたのであればなんとかなりそうですね、これは。ロゴは割れましたが、さあどうだ。バッテリーはできましたが、一瞬で割られてしまう。ただまあ、ブリンクマイクロがあれば、おそらく、負けることはないでしょう。これは見事ですね。いやー、完璧ですね。綺麗に戻ってこれました。まあ、テランとしたらふざけんなよって思いたく、言いたくなるような展開ですね。ここからスターポット、絶望すぎる。早めに入って荒らし回って敵が攻めてくるときにきっちりリコール。もうタイミングも完璧でしたね。ちょっと遅れると多分ねまずかったんですよね。5秒リコールが遅れるだけで多分嫌だったと思います。さあ正面のバンカー、これはもう割られてしまう。ステム打ってきたのでここは全力で引く。さあステムが切れた。もう一発打ちますがミニバックがいないのでね、やっぱりシンプルなダメージになってしまう。ゼロットはチャージがまだ入ってないのでちょっとあんまり強くないですね。ただここにストーカーまで来ると、そうなると話がちょっと変わってくるぞ。さあ、矢継ぎ早にハラスを仕掛けていくのタコン選手です。あ、失礼、バイサーマン選手。チャージがまだ入ってない。あ、チャージ入りましたね。いやー、ちょっとどうしたものか、どっちを見たものかという展開になっている。またこの選手、ちょっとね、伸ばせないですね。まあ、なんとかメインバックは出てきたんですけどね。バイサラマの選手はもうこれで十分と言わんばかりに引いていきます。まだね、ハラスポテンシャルはあります。テランがもし前に出てくるようだったら、またワープリ入れ込むこともできるでしょうね。まあ、ちょっと一個懸念があるとしたら AOE がないことですね。もう知るかって言って SCV 連れてこられたらちょっと嫌な形になるかも。こんばんは。あ、ポロさんこんばんは。時間がないので触りだけ。ちょっとコメント見てなかった。コンバットシールドの研究、そうなのよ。俺もねそれ割とここ3年ぐらいでした。そんなことないか。いやー、ワープインが終わってしまった。止められず。こうなるとユニットを上に持っていかざるを得ないですが、下からはストーカーゼロット部隊が来ている。ガンダシル張ってバンカーを叩き割る。フォースフィールド見事ですね。いいフォースフィールドが入る。赤キル13、まあサードに行ってるわけでもないですからね。なんとかゴーストまで伸ばしてはいるものの、野田子選手だいぶきついですね。まあ、でもさっき言ったように AOE がないんですよね、まだ。 CV プルでもしかしたら活路があるかもないかも。ああ行きますね。やっぱりどうせ枯れるし、これが最後のラストチャンスですね。
まあでもさすがにアーミーさがでかすぎるかなとは思いますが、イージーですね。勝ったのはバイスラバの選手になりました。うん、まあ、これはもうバイスラマン選手ブリンクインのタイミングが見事でしたね。しっかり荒らしてしっかり帰るっていう、まあ、理想的な動きができた。その上で、まあ、ディフェンスをすると、それができたのが大きかった。はい、始まりました。レガシービークリージャパン第420回大会の模様をお届けしていきます。マップ右下、青のテラマのタコン選手。マップ左上、赤のポルトス、バイサラバナス選手。マップはサイトデルタ。さあ、先ほどはね、バイサラバナ選手、すごくいいプレーでしたね。まあ、その後はすごく、なんだろうな、まあ、慎重だったなっていう感じがしました。無理せず。まあ、ちょっとね、AOE がなくて大丈夫かなっていうところはありましたが、まあ、慎重な立ち回りでね、しっかりカバーしましたね。ハラスと正面の使い分けも非常に良かった。まあ、なんとなく、ちょっとヒーローを感じさせるようなプレイングでした。さあ、元本選手、次の試合。ああ、なるほどね。この形で封鎖するんだ。アドオンをつけられるようにですね。アドオンで封鎖したくないけど、こっち側に出ちゃった時の封鎖方法。俺はこれができねえんだ。わかんなくなる。まあ、なんなら、アドオンで封鎖するから、あらかじめベース、バラックをちょっとこの辺に立てるみたいなやつもできない。失敗する。あれって、開いちゃったってなる。俺の配信見てる人だとわかるけど、そういう時は必ず浮かせてからしてるからね。浮かせたら10秒ぐらいロスするからね。よくないんだけどね。操作量も取られるし。さあ、ノタコン選手もただでは終われない、終わりたくない。どういったオーダーを取ってくるか。まっすぐリアクター作ってきましたね。ディーパーはディーパーなしでリアクターなので、ファクトリーヘリオンかな。自分もね、超やりますけどね。まあバイサラマン選手のプロトスね、やっぱりザーグでの経験もあってゲームの理解度は高いですし、ゲームセンスもありますが、まあ、それでも経験はね、多分不足してるはず。テランがね、プロトスに対して繰り出せる七色の序盤のね、攻撃、見事受けられるかというところでしょうか。おっと、これはうまく入った。おー、見事潰してきました。リンパー6出たタイミングで入れ替えてヘリオンです。で、マリンとヘリオンで正面を攻める。
ちょっとでもバッテリーがない、まあ、バッテリーがともかく正面の封鎖なんですよね。ヘリオンにまで入られたら怖いので。お、ただこのアデプトは結構めんどくさいかもしれない。でもこのアデプトできればディフェンスしてほしいんですよね。あとバッテリーはあるんですが、バッテリーの範囲外に出てしまった。ヘリオンが入ってくる。これね、ここで封鎖じゃなくてここで封鎖して、勝ったのはノタコン選手となりました。そうなんだよね。これ封鎖した状態でバッテリーの回復を受けられる形を取れれば完封できるんですけど、ちょっとね、封鎖位置が悪かったですね。ストーカー2体で封鎖をしてたんですが、封鎖してるストーカーにバッテリーが届かないというシムシティになってしまってました。この辺りはね、やっぱちょっとやっぱ経験だよね。まあ今の形で入られたらもうほぼ GG でいいと思います。なんなら次あもう2体ヘリオン来るからね。さあ1対1、あれマップ間違えたかな。上野山明選手ベスト4決めてます。はい、始まりました。レガシービークリジャパン第421回大会の模様をお届けしていきます。マップ右上、赤色プロとスーバイサラマラ選手。マップ左上、青のテランはノタコン選手。マップは、ゴーストリバー。お、さあ、SCV がさっさと前に出ていきます。まあ、やはりラッシュに活路ありという判断しましたかね。プロ騎士。わからん殺しが一番。ただね、バイサラマナ選手結構プロ騎士丁寧、プロ騎士偵察丁寧にやってた印象でしたので、どうでしょうね。まあでもここか。見ないかもね。まあこの辺とかこの辺とか、まあこことか、こことかは見るでしょうけど。どう守る？さあ、プローブ偵察来まして、おや、バラックがないぞ。ガスもないぞ。あとは SCV の数がどうも少ねえぞみたいな判断ができるかどうかですね。これを見てどういう風な判断をするか。ここではない。ん？さあ、SCV が来た。どうする？見ないか。あ、でも坂下、プロ、パイロン。上で守るつもり、下で守るつもりか。怖いですけどね。さあ、もう SCB が複数見えた時点でもう決定です。
さあ、ここはもうクローブを送る。あー、向こう行っちゃったー。え、なに？割りに行くつもり？これはバッテリーを生かして割りに行くつもりだ。どうせ SCV で修理されることはないんだから割っちゃえばいいんだ。なるほど、その判断大成功でしょう。ただ SCV が来たぞ、追加が。ただ今度はプローブでしっかり囲んで倒す。ストーカーも生きている。この1個のバッテリーがすごく効いてます。ただ SCV で囲みに行った。これはうまい。ただ囲みきれない。次のストーカーは来るのか。一回マイクロミス。ただここに入っていいのか。いや、うまい。ここは行きますしかないですからね。いやー、でも苦しいか。ストーカー4タイムが出てきてしまう。ストーカーラスト0。あ、ストーカーラスト0だ。すげえ。これはパー、素晴らしいディフェンスですね、バイスラマナ選手。GG、勝ったのはバイスラマナ選手となりました。よく守りましたね。いや、この坂下パイロンプラス、バッテリーどうだと思ったんですけどね、最初は。ただまあ SCV をほとんどやってしまったおかげで、もう修理がなされないのであれば、プローブで囲んで割ってしまえばいい。でまあバッテリーが生きてるので、ある程度はね、損害も避けれるというところで、バンカーがうまく立ちませんでしたね。これはうまく守った。見事なディフェンスになりました。さあ、そうね、そう、オフレースでね、やっぱ一番きついのってプロトスだと思うので。オフレースで一番きついのってやっぱチーズだと思うので、まあ、そこをね見事さばいてきましたね。坂下パイワンマワンパイロンワンえワンバッテリーがすごく効きました。見事でした。さあ、上の山偽造アキラやってるんですが、これまずいですね。白雪のは最悪で、白雪の選手が勝つとベスト4が全部プロトスになります。未曾有の事態。うん、いや見事でしたよ。すごくうまかった。サイヤーク白雪のは途中。さあ、最後の希望、サイヤーク選手です。ラストホープザ・ラストホープ。
まあ、でもマザマザし普通にうまかったですね。全然ノタコン選手に引きを取れなかった。まあ2セット目がねやっぱちょっと惜しかったけど、さあベスト4オールプロトスはないんじゃないのかな、過去のレガシーウィークリージャパンの歴史の中で。オールザーグは、あ、オールテランは多分あるんだよね。でね、そのこのレガシーウィークリージャパンの表ね、たまに俺がね種族間違えてることあるから気をつけてね。なんか懐かしい名前があるな、これ岩崎さんって誰だろう存じ上げない、知らない名前もちょこちょこある。時貞さんとか懐かしいな、お元気でしょうか。今はバロアントをねたくさんプレイされてるみたいですけど、意外と種族固定はいねえな。なんか4テランも意外とないな、もっとあると思ったわ。あ、4テランあったわ、2019年12月22日、うん、4テランもあるけどね、4プロトスはないと思うんだよな。4ザーグも多分ない。あ、3プロトスはある、3プロトスは見つけました。うん、3プロトスはあるんだよね、ちょこちょこ。でも4プロトスはないですオールザーグはまず大会にザーグが4人必要、うん、そうなんだよね。昔はいたんですよザーグ、そのウィンターさんとかもいたし。あ、リラックマさんもいたね、元気かな、リラックマさん。まだスタクラやってるんだろうか。またね、日本来れたらいいなみたいなことはおっしゃってたんでね、来てくれたら嬉しいですけどね。あ、なんか春野さんの名前あった。春野さんってレガシーウィークリージャパン、いや出たことあるわ、俺賞金払ったことあるもん、覚えてる覚えてる。春野さんさすがにもうスタクラはされてないでしょうけど、でもこれも6年前だしね。お、サイヤフさんが戻ってきた。さあ、どうなったんだ。あれどういう状況なんだろう。ボイスラバの選手はなんかゲーム中ラダー行ったかな、街で。あれ返事がない。押し上げの選手も帰ってきた。
終わりたて。お、最悪選手2-1勝利です。テランの希望はラグナロク回避ですね。ラグナロクなんだこれ。さあいつものやつですけど、元祖いつものですけど、この PVT プロトスバイスラムラ VS テランサイヤークは記憶にないですね。あるのかな過去に。さあこのままの勢いでまたこの選手に続き最悪選手も撃破できるか。ちょっとさって取り行ってくるわ。はい、始めました。レガシービークリージャパン第、421回大会の模様をお届けしていきます。マップ左下赤色テランは最悪選手、マップ右上、青のプロトスバイサルマラ選手、マップはアルキオーネでございます。間に合った、なんかいや近いんですよ、めちゃくちゃトイレここから手も洗ってなさそう。手洗いました。マウス触るんだから手洗うよ。さあやはりプロ棋士は丁寧に偵察しますね。失礼、手を洗ってなさそうというシンプルに失礼な言葉。
さあ、三役選手はどう、何をしていくことになるでしょうか。まずはリーパーから。これ出れないんじゃないの。あー、うまく逃げた。これうまくやりましたね。まあ、バイスラバの選手からすれば今のは止めなかった。せっかくね、きっちり、チームシティをしてただけにね。この建物の配置のことをシムシティっていうのすごいよな。これってスタクラだけで使われる言葉なのかな。例えば青江とかでは使われないのかな、シムシティっていう言葉。使い勝手いいんだよね。もうシムシティってさ、別に建物をどこに建てるかっていうゲームではないじゃん。建物をどう配置して建てるかっていうゲームではないからさ。さあ、これはうまくリーパー捕まえましたね。誰が使い始めたんだろう、シムシティ。内政にばっかりして、そうそう、いや、そういう使い方はわかるよ。シムシティやってんじゃねえんだよ、みたいなね。そうそう、いわゆる、こもって内政ばっかりやってる人、建物ばっかり建てて攻めない人のことを、揶揄して、シムシティっていう使い方はわかるんだけど、でも、いわゆるその、例えば封鎖するためには建物をどう建てなきゃいけないです、みたいなのも、シムシティっていうじゃん。そう、その使い方は誰が言い始めたんだろうと思ってた。違う、今ではどっちかっていうともうそういう風にしか使われないじゃん、シムシティって。そう、シムでもないしシティでもないんだよね。そうなんだよね、なんかプレイヤーを揶揄する言葉がいつの間にかそういう用語になった。確信犯を確信犯、なるほどね。まあ言葉でも面白いですよね。すごく言葉好きだよ俺。言葉ね、俺毎日使う。おっと、ちょっと早かった。ロソゼロ？ロソゼロですね。見事です。バイセロの話なんか生き生きしてますね、プロトスになって。さあ、サイヤク選手はもう3ラックスで攻めるんじゃなくて、もうメニバックまで出てから攻める、まあオールドスタイルって言っていいのかな。ハートオブザスワーム、ウィングスオブリバティとかでよく使われていた形ですね。まあもうリコールするしかなくなりましたね。さあ、今回はコロサス早い、バイスラマン選手。もう帰ってた。さあ、スキャン、コロサスが一体いるのを確認、バッテリーを確認といったところですかね。うん、まあ正面からはちょっと難しいでしょうね。できればドロップしていきたい。端っこにパイロンがないのがちょっと気になるかも。
さあバイサロマ選手ここまでは悪くありません。最悪選手としてはサードベースがねやや遅かっただけに、まあ、少しダメージは欲しいかな。バイキング作ってないんですね。うん、コロサス見たはずなんですけどバイキングは作っていない。まあバイオユニットの機動力だけで潰そうとしている感じがします。さあコロサス2体揃いました。サーマルランスももうすぐ終わるところ。をなるほどね。アップグレードはね 11vs00 とまあテランが大きくリードをしています。一応キャノンがある。キャノンはねないよりあった方がいいんですよ。さあただここは2面同時ウィドウマインドロップ。おお対応する。ただ逃げられてしまった。でも対応しましたね。よく対応しましたね今の。これは相当プロトスやってる可能性ありますね。どれぐらいの連動なんだろうと思ってましたけど、なかなかどうして高い連動でプロトスをやっていますバイサルマン選手。さあ当たり方はテランの方がかなりいいが、問題はシンプルにこのコロッサスが強い。バイキングは十分な数いない。いやコロッサスが強い。この3コロッサスを止めるためのユニットがいない。バイキングはまだ全然数が足りない。押し込んでいく。なんかが何かが何かを殴っていた。さあおまけにコロッサスもう1体来るんですよ。おっとワープリハラスが入っている。カメラである私をも翻弄するこの見事なハラスですが、いやー対応が見事。これ何ヒーローがやってんのこれ。ヒーローいる。いやーコロッサスワンダウンですが、強い。勝ったのはバイスラバの選手となりました。いやー、強いんだけど、バイスラマラ選手が。ちなみにね、お二人は同じクランのリトルフェアリーというチーム、クラチームに所属されてます。バックスナックス？バックスナックスは面白いな。なんかヒーローの勝つときみたいなプレイ、なんかプレイでしたね、最後。Z やってる時より生き生きしてる。あまりそういうこと言わないの。これは相当やってるな。うん、なんか今回はプロトスで出てみるかみたいな感じじゃない。これはやってる。最強プロトスバイスラバナが誕生してしまうのか。はい、始めましたリガシービークリジャパン第失礼第、421回大会の模様をお届けしていきます。マップ左上赤のテランはサイヤク選手、マップ右下青のプロトスバイスラバナ選手、マップはオーシャンボーン。うん、まあ、いい形でしたね。すごくまあ、ストーカーで、まあ、まずハラスから入ってで、まあ、テランのプレッシャーも受け流しで、ウィノマインドロップもしっかり対応で、コロッサス連れて
前に出る。前に出るタイミングもすごく良かったですね。さあ、イーベブロック入ります。こういうのの対応がわからないんじゃないかというところですかね。400回超えね、俺もすごいと思う。400回もやったんだね。まあ俺がやったのは400回もないけどさ、俺がやったのは多分380回ぐらいだと思うんですけど、いやわかんない、俺がやり始めたのは多分この辺からなんだよね。うん、俺はね、まだ400回やってないと思います。さあ、これはもうプローブで殴っ、ゼロットでカプローブとゼロットで、まあ強引に殴る形を取ります。ただリーパーが来てしまった。うん、これはねやっぱりゼロット作っちゃったのでね、ワンダウンツーダウン、ただ、うん、まあ、リーパー落ちたのならそんなに悪くないかなって感じはしますけど。ああ、そしてこれが止められたのならそれもまた全然悪くない。これを止めれたんだったら全然 OK ですよ、このぐらい。え、うまくないか、そうなんですか。本職の人になってる。うん、いやー、セカンドここまで止めれたんだったら、まあ、さっきの2プローブダウンぐらいはもう全然平気ですね。全然アド。うわ、トローチ開ける音よくわかったね、すごっすごくない？その通りです。トローチ開けました。天才か。昨日の方がね、でもね、喉の調子は良くなかった。まあそれでも別にそんなもん、正直ね、コロナの時の喉の痛みはね、マジで尋常じゃなかったから、あれに比べれば何でも何ともないわ。コロナの時、本当に喉痛く、喉が痛くて鎮痛剤飲んだからな、俺。熱がひどくてじゃなくて。さあ、最悪選手は、2-1、スティームバリーンプラスタンクで、プッシュを行う形を取ります。おっと、ただちょっと変な勝ち合い方。うん、これ多分本当は攻めたいんだと思うんですけどね、これ。いやー、ここでストーカーに頭を押さえられるの嫌すぎるな。ちょっと攻めれないですね、これ。やめますね。ってなると、まあサード行くか、ストーカー、スターポート行くかみたいな。うーん、ワーカーキルは3、ゼロットとアデプトがダウン。正面はブリンクは
入ってるか。タンクだけ潰しに行くかなと思いましたけどね。ちょっとただここでタンク潰しに行くと上のタンクから撃たれるからちょっと難しいですね。あまり現実的ではない。ああいい位置ですね。ここだったら絶対撃たれないですね。うん、バイスラマの選手もそんなにサードが速いわけではない。そう、ウニ丸飲みしてマジでねきつかった。本当にきつかった。あれに比べればマジで何でもないわこんな。そう、コロナで一番つらかったの何って言われたら喉が痛いことだ。ひたすらトローチ舐めてたし、鎮痛剤は喉のために使い切った。熱はね比較的早く引くんですよ。でその熱フェーズが終わったら喉フェーズが来るんだよね。そうそうそう、マジで辛かったなあれ。二度となりたくねえ。まあ3月になったのでさすがにまだしばらくはないでしょうけど、でも分からんしな、どんどん変異してるでしょうから。さあサードベース確認、スティン、しっかりコロスタスまで確認しましたね。コロスタスまで確認できるとね、あのスターポートをどう動かしていくかっていうのがすごくやりやすくなるので、バイキングを作る必要があるのかどうかが分かるっていうだけでも大きいですね。まあ、とりあえずまだ作んないでしょうけど、さあ三役選手攻めてきますが、ただチャージも終わるんですよね。でコロッサスももう1体出てくる。できっちり前で受けれれば、うん、当たり方は素晴らしいですね。完璧な当たり方よこれ。本当にいい当たり方してる。でこのバッテリーの位置もめっちゃいい。あとは0と1クール分ダウンワープインすれば、違う、そもそも引くか。おーっと腹咲いてきた。いっぱいさん強くない。おっとちょっとユニットが置き去りになってるぞ。これは最悪選手痛い。もったいない、あまりにも。バイスラマの選手も無理はできないか。ワープリズムがいないですからね。違う、ワープリズムいるんだ。ここに。うわ、帰ってきて。セカンドにプローブが30体。さあまだ、でもまだまだですね。試合はミッドゲーム以降に入っていきます。嫌だよな、帰ってんだもんなこれ。ストッパーワーク、うお、マジか、しっかり映すか。さあ今度はハルシュフェに偵察です。お、ディスラプターまで行っちゃう。さあバイスラマの選手はフォースプローブが多い。ちょっとワーカー作りすぎですね、これはね。完全に86はいらないと思います。
まあただね、レイトゲームここから入っていきますが、レイトゲームの経験がどれぐらいあるのか、ワイサラマラ選手にっていうとこですね。サヤキ選手はね、当然たくさん経験あるはずですけど。さあ前に出ていきます、サヤキ選手。ワイサラマラ選手ね、サプライこそ30近く勝ってますけど、結構ワーカーで勝ってますからね。おーっと、思い切った。で、ただ坂上を取っている。ただこれは全方向に囲みに行く。これは見事なエンゲージになったのはサイヤク選手だ。きっちり囲んで当たっていきます。ディスラプターも全て全滅。さあバイスラマの選手、まあ、バンクはあるんですけどね、これ持ち直せるか。まあ、ゼロとディスラプターはいますが、うん、このベースはもう捨てざるを得ないでしょう。さあここはサヤク選手いいマルチタスク。ただちょっと、うん、バイキングロスとかでかいかな。まあ、バイソラマ選手バンクがねなんでそんなあるっていうぐらいありましたので、まだ大丈夫ですね。ただやっぱりレイトゲームのエンゲージは難しい、簡単ではありません。ハイテンプラーには行ってないですね。行かないのかな。さあ再びゼロットのランバイを試みます。ここにプローブいすぎ。さあここはマルチタスクになる。こっち側は対応する。ただ右側はベースが割れる。ただゼロットのランバイもえぐいのが来ているぞ。さあいろんなところで散発的に戦闘が起きている。左側はバイサラマネスさばいた。右側はどうだ。右側もなんとかさばきましたか。リベレーターがちょっとえぐいハラス入れてますが、ゼロットのハラスが今ようやく終わったかなっていうレベル。そしてストーカーで前に出てきている。メディバックがほとんど落ちちゃいました。さあバイサラマラ選手なんだかんだねバークありますからね。ここにワーカー34体いますし、サイヤーク選手はちょっとだいぶワーカーを失ってしまった。思い切ったゼロットのランバイが効いたのもそうですが、よくさばきましたね。2面同時攻撃、ディスラプターがかなりいい仕事した可能性ありますね。さあこのベースは非常に大事なベースです。これ PF にしたの。いやーここで DT ハラスがやってくるか。 GG 勝ったのはバイスラバラ選手となりました。いやー強かったですね。強っ。
セロットの何倍ももちろんなんだけど、あの2面同時攻撃よくさばいたね。まあここはね、やっぱりレイトゲームの当たり方の難しさですよね。サイアク選手がうまく当たることで一気にね、ほぼ、まあ、全滅させたんですけど、やっぱバンクがあったのでね、リソースコレクションレ、まあ、意外とねワーカー数の差の割にリソースコレクションレートに差はないですけど、あんまり効率的に掘れてなかったってことになりますが、いやー強かったですね。 GG です。また強いプロトスが誕生してしまった。さあということで決勝は、プロトスバイサルバナ選手 VS アキラ選手、プロトスの優勝が確定しました。さあ、まあ、まあ別に在庫から転向して最初の大会ってわけでもないんですけど、ここまでのパフォーマンスを見せてくれるとは正直驚きましたね。さあ決勝です。バイサルバナ選手プロトスでの初優勝なるか。あれ、大丈夫かな。はい、始めました。レガシービックリジャパン第421回大会の模様をお届けしていきます。マップ左上、青のプロトス、アギラ選手。マップ右下、赤のプロトス、バイサラバナ選手。マップはオーシャンボーンです。さあ、いやー、ここまでね、サイヤーク選手、ノタコン選手と、まあ、強力なテラン2人、
撃破してきた、まあ、オフレースのね、バイス山の選手なんですが。いや、でも仕上がってますよね。立ち回りが明らかに仕上がってるんだよな。うん、ちょっと仕上がり方がダンチでしたね。まあさすがにね、やっぱレイトゲームの当たり方はね、ちょっとさっきのはすごくひどい当たりありましたけども。まあでも、正直あんな感じのきつい当たりはプロでもやりますからね。レイトゲームでプロトスがめちゃくちゃ当たりミスるっていうのはプロ戦でもあることなので、別にね。あ、夢の子さん、あ、そうか、夢の子さんコロナ中って言ってましたね、そういえば。喉はないんだ。なんか、コロナってさ、全然人によって違うよね。症状が。何なんだろうね、あれね。こっちがバイスラバナ選手のパイロン、こっちがアキラ選手のパイロンです。さあ、思い切った動きに出ます。まあやはりチーズですよね。チーズラッシュ。なんで3ゲートですね。3ゲートでのプッシュということになります。ただ、まあ、バイサーマン選手はきっちりもうバッテリーを1個立てている。今どうでしょう、セカンドさ立ってないの見たのかな。バッテリーがギリギリ完成。さあセントリーね、ボーナスダメージのおかげで、まあ、ストーカー相手でも割とやり合える形にはなってますね。さあここからユニット作っていない、もう研究を待ちます。ワープゲートの、2つ目、さあオーバーチャージ、ガーディアンシールドも張っていく。反応はすごくいい、反応はすごくいいですが、シンプルにユニット数が足りないか。これは勝負ありましたね。怪しさはね感じていたので、きっちりねパイロン、失礼、バッテリー立てれたんですけどね。アキラ選手の勝利、まあ、見事に決めてきましたね。まあ、4ストーカーまでは、まあなんかプレ、まあ、4ストーカーでプレッシャーかける動きは普通にあるので、あそこまではね怪しまないと思いますが、そこから一気に3ストーカーが合流してやべっと思った時にはもう遅いっていう形になってましたね。
はいはい、明日レガシービークリジャパン第421回大会の模様をお届けしていきます。マップ右下、赤色ポルトス、バイスラマラ選手。マップ左上、青のポルトス、アキラ選手。マップはゴールデンオーラでございます。さあ、アキラ選手1セットリード。まあ、さっきはね、もうプロ棋士ゲートウェイからの3ゲートラッシュで決めてきました。ちょっとね、あと2体のワープイン、バイスラマナ選手、ワープゲート終わった瞬間にサッとストーカーワープインできてればね、またちょっと違ったかなっていう感じでありましたけどね。4ストーカーが一気に7に増えて、うわって思った瞬間にはもう、時すでに遅しというところになりました。さあ、親の顔より見た2ゲートオーダーはお互いに、サプライ詰まってるんですよね。明田選手ここ23でサプライを詰まらせてしまいました。ああ、逃げちゃった。ちょっともったいないですね、アキラ選手。23でつまらせてしまいました。あるよね、23とかでつまらせること。やっててもあるもんな。何年このゲームやってんだ、俺はって思うタイミングでサプライズもある。二つ目を立て忘れることもたまにあるからね。さあ、お互いに今回はセカンドベースに行きました。テックがすでに、アキラ選手はスターゲートですね。バイサマン選手は今のところまだテック選択はしていません。オスピード、いやー見事 EFF です。 EFF ただ、おー入れないんだ。ギリギリでしたね。これ入られてたらね、今の EFF も台無しになるところでしたけど、さあ正面にはユニットはいないです。ただ、あー、オラクルもぶっ刺さる。さあこれはどうなる。オラクルは、まあ、全力でプローブを狩る。ただバイスラマの選手も全力でプローブを狩る。上がる、上がった、上がりきった。ガイナシールド張ってそこをまず潰す。そうか、さらに2体来る。お互いにプローブを失っているが、損害がでかいのはバイシャルマの選手の方か。ユニットも全部失いましたね。
あ、同時にアデプトも来てたか。勝ったのは明田選手となりました。殴り合いの末というところになりましたね。はい、ということで、うん、まあ、明田選手ここはね貫禄の見せつけましたね。まあ、前確かね明田選手 PVP でバイシャルバナ選手に負けたことがあるはずなんですよね。その時以来かどうかはちょっと分かんないんですけども、まあ、きっちりリベンジを果たしたということになりました。ということで、今回の優勝は、明田選手、おめでとうございます。さあ、ということで、今月のレガシーウィークジャパンここまでで、あとは月間参加賞の抽選をやりたいと思います。違う。バイスラボナさん、アキラさん、ニセゾウさん、サイヤさんか。こうですね。OK。今回少ねえな。はい、お待たせしました。今月なんですけど、一応あそこ買い忘れたんですよ。そうめんのままだったの。でもそうめん先月やったんですよ。まあもう一回そうめんでもいっか。そうめんにしますか。まだ暑いし。そう、そうめんは実は先月やったんですよね。先月、レッドさんと、夢どこさんか。がそうめんゲットしました。うん。ということで、じゃあ、もう一回そうめんにします。いや、あのね、これにしようと思ってたんですよ。じゃがほっこり。これ、五島灘の塩味なんで。まあでも、島原ってうちの両親が生まれた場所なので、2回やってもいいですよね。ということで、今回も島原手の目そうめんにします。美味しいですよ。夢の子さん食べました？よし、ということで、じゃあ抽選していきましょう。夢どこ選手2回連続のそうめんという可能性もありますね。そうめんまだ？ちょっと今月あそこ通わせたので、そのまま連続そうめんということにします。夏だからね。じゃあ行きましょう。スタート。さあ、テランムリムリカタツムリの時ガクッとなるこのルーレットで当たるのは誰だ。お、クリムゾン選手おめでとうございます。そうめんです。暑いですからね、そうめんを食べて、そうめんを食べて精をつけるっていうのはちょっと難しいかな。まあ、そうめん食べてください。さあ、クリムゾン選手1枠だけですね。
まあ今はね、あのそうめんアレンジレシピみたいなのもいっぱいありますから、その辺を見ながらそうめん紹介してください。2つ目ストップ。お、アーク選手おめでとうございます。ちょっと久しぶりかな、そうでもない。アークさん、あ、全然久しぶりじゃないですね。5月の雲仙ハム以来ですね。はい、ということで、まあちょっとね、買い忘れたんですが、まあ2ヶ月連続のそうめんということで、アーク選手とそれからクリムゾン選手にそうめんを送ります。パクチーか、おめでとうございます。じゃあこれ来月にしましょうか。これじゃがほっこり来月これにして、でそろそろ一周でいいかな。うん、あのまたカステラに戻ります。お、クルノ選手おめでとうございます。そうめんです。島原のね、まあ、自分のルーツといっても、俺もね島原で生まれたんですよ。実は病院は島原だったんですよね。俺が生まれた場所のそうめんを食べれるというところで、ぜひありがたく召し上がってください。ということで今月のレガシーウィークリージャパンはここまで。お疲れ様でした。まあ、来月は普通に変わらずやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、スタークラフト2のね、次の e スポーツシーンがどうなるのか、来年以降どうなるのかっていうのがちょっとまだ分かんないんですけど、まあ気長に待ちつつやっていきましょうかね。楽しく元気に。ということでレガシーウィークジャパンここまで。皆さんありがとうございました。また来週、バイバーイ。来週は9月1日かな、はい、9月1日にお会いしましょう。バイバーイ。